熊野市で仲買人をしている長野純35歳。新鮮な海の幸を知り尽くした魚河岸のプロフェッショナル。尾鷲の海にこの人あり、丸友丸を取り仕切る若き漁師岩崎隆博。そして漁師生活18年、紀北町で親子3代にわたり鯛の養殖を営む浜口隆也。今回魚の目利きが紹介するのはスイーツ。数多くのスイーツが存在する東紀州、地元の絶品スイーツを海の男たちがご紹介。俺の激推しするのはこの久喜水郡の虎の巻。尾鷲市久喜町に店を構える金華堂。こちらで製造される久喜水郡虎の巻は、原材料の小麦粉、卵、蜂蜜は全て三重県産のものを使用。丁寧に焼き上げた生地で濃厚なあんを巻いた売り切れ必至の一品。うん、この絶妙なあんの甘さ、これがうまいさ。海の男たちをも魅了する久喜水郡虎の巻。尾鷲に来たら久喜水郡の虎の巻食べに来い。私がおすすめするのが熊野市駅前にあるお菓子の家長島。ここの絶品スイーツがこちら、そう、たい焼き。見てください、うまそうでしょ。66年の歴史がある長島のたい焼き。尻尾までしっかりあんの詰まった天然物のたい焼き。おじいちゃんおばあちゃんが一匹ずつ丁寧に焼き上げるその味、ぜひ味わってください。食べてみてね。僕がおすすめするスイーツの地元遺産がこちら、ランランファーム。ここからは浜口リポーターがお伝えします。ここのスイーツの特徴を店長のみっちゃんに聞いてみましょう。はい、うちのスイーツは直営農場で愛情を込めて育てた鶏たちが産む新鮮な卵をたっぷり使用して作ってるんですよ。その中でも特におすすめするのが看板商品のランランシュー。店内で手作りした焼きたての週替わに、注文を受けてから詰める濃厚なカスタードクリーム。卵の美味しさがそのまま味わえるスイーツです。紀北町に来たら絶対ランランファームに食べに来なえ。その他にもまだまだおすすめスイーツはいっぱいあります。あなたの味わいたい地元ならではのスイーツ、ぜひその味をあなたの舌で味わってみてください。